スリガオ海峡は、フィリピンのレーテ島、パナーン島とミンダナオ島、ディナガット島との間の海峡である。レーテ湾とミンダナオ海とを結ぶ。ビサヤ地方とミンダナオ地方の間で人や物を運ぶ。数多くのフェリーがこの海峡を横切っている。フェリーは、南レーテ州リーロアンと、北スリガオ州スリガオ島を結んでいる。この海峡は、水深が深く、8ノット以上の強い海流が流れる。 レーテワンの入り口にあるスルアン島には灯台が設置されている。伝説によれば、この海峡の名前はスリガオ側の河口に住んでいたネグリトの州長、ソロブオに由来する。スペインの探検家がここに到達した時、ソロブオをスリガオと聞き間違えたという。他に、スペイン語で水流を意味するスリーハーに由来するという説もある。1521年3月。 フェルディナンド・マゼランの一行が世界初の世界一周航海の途中でヨーロッパ人で初めてこの海峡を通過した。太平洋戦争中の1944年10月25日、この海峡でスリガオ海峡海戦が起きた。南からレーテワニへ突入しようとする日本海軍の西村、正治中将の艦隊がアメリカ海軍に定時戦法で迎え撃ちされ、山城。 不相の2戦艦他が沈没するなどした。ありがとうございます。